2点目についてです。これはイベントのご案内です。体験イベントということで、先端技術で自分の体を覗いてみようというイベントを開催をいたします。大阪府では大阪・関西万博に向けてですね、10歳若返りプロジェクトというものを実施をしています。そしてこの11月9日10日の週末ですけれども、グランフロント大阪において実際にこの体験できるイベントを実施をいたします。ヘルスケア関連企業の先端技術に触れていただいて、自身の健康状態、体の状態を気軽に手軽にチェックすることができる、そういった体験イベントを開催をいたします。まあ、ちなみにこの10歳若返りイベントというのはですね、平成30年3月に策定いたしました命輝く未来社会のビジョン、目指すビジョンという中でですね、先端の最新の技術であったり万博のインパクトも活用しながら、まあ、府民の皆さんが生き生きと長生きできるようにということを目指す取り組みです。具体的にはですね、それぞれ企業さんから最先端の技術体験ブースを出展いただきます。7つの分野のブースで測定を実証いたします。例えば髪であったり筋肉であったり血管であったり視覚であったり脳であったり歯であったり肌であったり、まあ、こういったものをですね、最先端の技術によって測定して健康状態をチェックするというものになります。またミニステージでは元阪神タイガースの亀山さんにも来ていただいて、10歳若返りを目指したダンスレッスン等もしていただく予定です。具体的なブースの中身ですけれども、大阪ヘルスケアパビリオンに出展予定の企業にも参加をいただきます。そして例えばですね、脳の健康度測定ということで、このアイブレインサイエンスさんから出展されますが、視線の動きから注意力であったり判断力であったり記憶力等、まあ、そういった認知機能に関する項目のスコアを計測する、簡単に計測することができるというものが展示されます。また髪の健康状態チェックということで、パナソニックホールディングスさんから撮影した髪の画像をもとにですね、髪の毛ですね、の画像からダメージであったりツヤであったり髪の状態を瞬時に数値化をするというものであります。まあ、これからの未来社会というのは、病気になってから病院に行くというよりは病気にならないようにしていく、そしてさまざまな健康状態のチェックっていうのを気軽に最新の技術で行うことができるようにすると、まあ、そういったことが、そして病気になるのを防ぐということが重要になってこようかと思います。これはまあ未来社会の姿になってくると思いますが、まあ、現在さまざまな技術ありますので、その技術を 体験をしていただけたらなというふうに思っています。参加費は当然無料ですので、ぜひですね、参加をしていただけたらというふうに思います。私からは以上です。